紀元前6世紀の諸民族とアガテュルソイ人の位置。アガテュルソイは古代ギリシア時代に黒海の西のトランシルバニア地方に住んでいた遊牧民。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスはヒストリアイにおいて次の伝説を挙げている。この国を追われたアガテュルソスこそがアガテュルソイの子祖であるとされる。アケメネス朝のダレイオス一世はボスポラス海峡を渡って トラキア人を征服すると、続いて、北のスキタイを征服するべく、イストロス川を渡った。これを聞いたスキタイは、周辺の諸民族を救合して、ダレーオスに当たるべきだと考え、周辺所属に死者を送ったが、すでにタウロイ、アガテュルソイ、ネウロイ、アンドロパゴイ、メランクライノイ、ゲロノイ、ブディノイ、サウロマタイの小族の王は会合し、対策を練っていた。 スキタイの死者は、諸族が一致団結して、ペルシアに当たるため、スキタイに協力してほしいと要請した。しかし、諸族の意見は二手に分かれ、スキタイに賛同したのは、ゲロの遺亡、ブディの遺亡、サウロマタ用のみであり、アガテュルソイラその他の諸族は、スキタイの言うことは信用できないとし、協力を断った。こうして、すべての民族が同盟軍に加わらなかったため、 スキタイは正面からの攻撃を諦め、焦土作戦によってペルシア軍を迎え撃つことにした。しかし、それでも同盟に参加しなかった所属に協力してもらおうと、スキタイは戦いの最中に彼らの領地に侵入し、無理やり戦いに巻き込もうと考えた。まず、ペルシア軍をスキタイ領の奥地へ誘い込んだスキタイ一区部隊は、ブディノイの領地まで行ってから引き返し、 北を迂回して、スキタイ本国へ戻った。それを追うように、ペルシア軍もスキタイ本国へ向かった。そこでダレオスは、スキタイ肉連合部隊と遭遇し、追跡を開始する。かねてからの計画通り、肉連合部隊はダレオスに追われたまま、ペルシア軍をメランクライノイ、アンドロッパゴイ、ネウロイの領地に誘い込んだ。 スキタイ軍とペルシア軍が押し寄せたことに驚いたメランクライノイなどの所属は産を乱して北の無人の荒野を目指して逃走した。しかし、アガテュウルソイだけはスキタイであろうがペルシア人であろうが自国内に踏み入れば攻撃も辞さないという姿勢を見せ、事前に通告してきた。このため、スキタイ軍はアガテュウルソイへの侵入を諦め、自国内に去っていった。 ダレエオス一世の信仰後の情勢としては、次のような出来事が記されている。アガテュルソイの王、スパルガペーテスによって暴殺されたアリアペーテスとは、ダレエオス侵入時のスキタイ王であったイダンテュルソスの子であり、この時代は、ヘロドトス存命中の出来事であった。妻を共有するというスタイルは、マッサゲタイや、後のエフタル、トカラ人にも見受けられる。現在のドナウ川、 イストロス川の川口近くにある町。ミレトス人の植民にかかる。金はトランシルバニア地方にある金山から取れる。ダレーオス一世の遠征の目的の一つが、この金山確保にあったとする説もある。ありがとうございます。